こんにちは。和声のワンポイントレッスンのお時間です。今日のテーマは、1の2点の正体です。三和音の第二展開形っていうのは、芸大和声で言うと、一貫で習いますから、すごくありふれた和音のように見えます。ですけども、実は三和音の2点の形っていうのは、歴史上はずっと嫌われていた配置でもあるんですよ。その響きが和声法が発達してくると使われるようになってきたと。その中で今回は1の2点だけ説明していきたいと思います。で、1の2点はこういう配置ですよね。で、こういう響きなんです。で、この1の2点は次に絶対に5とか続七とかに行くんですけども、この時に決まりがありますよね。この時のソプラノとテノールの音は絶対下がるんですよ。勝手に上三声が上がったりしちゃいけないってことなんですよ。で、これがですね、どうしてなのかってことなんですけど、この動画を最後まで見ていただければわかりますから。で、説明をしていきますけど、つまりですね、この1の2点の時のソプラノとテノールの音、これが実は特殊な状態でして、専門的な話をすれば、この2つの音は元々は非和声音だったってことになるんです。それでは次のフレーム見ましょうか。これは5の和音ですけど、最初の瞬間に音がぶつかるんですよね。で、原因はソプラノで、このドの音っていうのは実は非和声音っていう風に呼ばれる状態なんですよ。で、この非和声音は次にシに行って解決してるってことになります。シが本当の和音の音、つまり和声音ってことになるわけなんです。だからぶつかって元に戻ると、こういう性格が実はバロック初期ではすごく多かったんです。ですけど、時代が進むにつれて、ある人がですね、これにさらにぶつかりを生じようっていうふうに考えて、テノールも変えちゃったんですよ。で、それが次のフレーで、テノールがレが和声音なんですけど、ミが非和声音ってことになるわけですね。そうしてできたこのソミソドっていう配置、これは1の2点に他ならないわけなんです。で、次に5に行って解決してるっていう状態ですね。こういう成り立ちがあるんですよ。ですから、こうやって最初の楽譜見てみますと、音が下がるっていうふうに言いましたけども、これ成り立ちを知ったらもう納得ですよね。もともと5の和音だったのが、このソプラノとテノールの音だけ非和声音になってた状態が元の状態ですから、下がるしかないわけなんですよ。だから勝手に上がっちゃいけないっていうのが分かったと思います。で、じゃあ次のこの楽譜どうでしょうか。このこういうバスがあるとしたら、左の小節ですけど、こういう風に上三声が捨てられるわけなんですよね。あとは右の小節で、これは二度七っていう和音を使うんだったらこうなってると。ここで一つ和声の実施の際に役立つポイントをお伝えしたいと思います。先ほど成り立ちを見た通り、この1の2点っていう状態はですね、非和声音で成り立ってるわけですよね。だからもともとは5の和音であったと。で、5の和音にくっつくような形で生まれたっていうのがこの1の2点です。ですから、実は1の2点っていう和音を指で隠してみても和声が成り立つっていうことなんですよ。で、例えば左の小節だったら2の1点から5、こういう風にやっても成り立つわけです。右のフレだったらこうなるわけですよね。という風に1の2点を含む連結で合ってるのかどうかって確かめる術はですね、こういうことなんです。1の2点を指で隠してみて、それでも成立しているかどうかっていうことがポイントになってきます。ということで、今回は1の2点の正体というお話をさせていただきました。三和音の2点は実はとてもイレギュラーな形だということですね。で、1の2点はこうやって5の和音が元になっていると。それに非和声音っていう音がくっついて1の2点っていう和音になってるっていう、そういう成り立ちが存在してるんですよ。だから1の2点を含む連結の時は
1の2点を指で隠しても成立するってことになるんです。それが和声が合ってるかどうかっていうのを確認するポイントでもあるわけなんですね。というわけで今回はここで終了です。どうもありがとうございました。